世界の鉄道一覧香港の鉄道香港の鉄道では香港における各種鉄道の概要について記す。香港の鉄道は香港島、九龍半島及びランタオ島とその隣接部にのみ存在している。香港の地下鉄と空港連絡鉄道は総延長200キロ以上で香港鉄路有限講師が経営し新海にある。 ライトレールの軽鉄や中国本土と結ぶ路線も経営している。このほか、2階建て路面電車の香港トラム、ケーブルカーのピークトラム、作動の上るつぼ360があり、これらも香港の鉄道輸送網の一翼を担っている。香港で最初に付設された鉄道は、香港島の太平山、半山区、中間を結ぶピークトラムで、1888年に開通した。 続いて1904年に、香港東北部の沿岸に、香港電車が開業。1910年には、広州と結ぶ旧高鉄路英国区間が開業した。1979年には、地下鉄の貫堤線が開業。1982年には旧高鉄路英国区間の電化工事が完成。電車による近郊区間輸送を開始した。1988年に、 タムロモン、元アキラ地区に旧高景鉄が開業した。2007年9月2日に地下鉄路交師と旧光鉄路が合併して、香港鉄路有限講師となり、地下鉄、地上線を一括した鉄道輸送網を形成している。香港 EMTR の路線図、上る坪360上る坪360は、香港南オ島の東優と上る坪を結んでいる。 ピークトラムピークトラムである。香港トラム、香港トラムは、香港島北部地域を東西に結ぶ路線と支線を持つ路面電車である。路面電車としては、世界的にも希少な2階建て車両で運行している。ありがとうございます。